YouTube をご覧の皆さん、お久しぶりです。つばいランスです。普段はデュエマの攻略情報や面白いネタを動画で発信しています。さて、今月もやってまいりました、つばいランスの新カード風林火山。このコーナーでは、ビートダウンの風、対策カードの林、コンボカードの火、そしてコントロールカードの山。以上4つのジャンルで最新弾ミラクルフォービルの要注目カードを、大会でもたくさん結果を残している僕がガチ解説していきます。小ネタや上達テクなども交えながら楽しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。ビートダウンの風、ガガガガイアールグランド。まずは大注目。見ての通りまさに速攻デッキを強化する1枚です。最近の速攻デッキといえばバットブランドやドギラゴンノバなど4枚の切り札カードを序盤に引くことにやや依存しがちでしたが、新たにこのガガガイアールグランドが新たにこのガガガガイアールブランド、すいません、顎おかしくなるので以降下の名前で呼ばせてください。新たにこのガイアールブランドが登場したことによって、バットブランドかガイアールブランドみたいな複数の戦略で速攻を仕掛けられるようになりました。たくさん登場した優秀な対策クリーチャーと組み合わせても強力です。非文明単色で言えば相手の反撃を許さないコタツムリや、同じくミラクルフォービドゥンで登場した赤い洗脳ことテスタロッサ、他の文明ではおなじみミクセルやオニカマスなど妨害しながら速攻で攻めるという戦略がかなり強化されています。そうすることで対策カードとビートダウンの速度、この両方の対象を相手に迫ることができるようになりました。さて、そんなガイアルブランドが実際にどんなデッキで使われているのかというと、まずは大本命非文明単色速攻デッキ、なんといっても3つのブランドによる平均3ターンでゲームが決まる爆速ビートダウン。非文明単色ならではの速度で相手の反撃を許しません。ただし言い換えればちょっと頭脳シーン、モロハの続き、シールドトリガー1枚で逆転されやすいという弱点もあり、最近では5文明デッキが非常に流行っているので、どんどんボルカニックナイや襲来鬼札王国、熱血の物語など、特にバットブランドに関してはこれらのカードで大きく崩されてしまうことが多いです。逆にガイアルブランドは仮にやられても進化元がスピードアタッカーとして場に残るので、多少のシールドトリガーなら超えていけるのが強みですね。つまりちょっとガイアルブランドに依存しがちというわけです。そしてこのガイアルブランド、普通に手札から使うカードだったり進化だったりということで、基本的にはほとんど対策カードに引っかからないのですが、中でも数少ない弱点として挙げられるのがまずミクセル。しかしこれはメテオザ1や GWD などで対処したり、あえてガイアールブランドを自滅させることで味方全員をスピードアタッカーか&アンタップして一斉攻撃して勝つという戦略も一応は可能です。そして果たしてこれは本当に希望なのか、希望のジョースター、文明がなくなるとガイアールブランドのコスト軽減もなくなってしまいます。なので希望のジョースターが出てくる3ターン目までに殴り切るか、ハエタタチュリスなどで直接対処するのがおすすめです。特にハエタタチュリスは最近流行りのグランドゼールもまとめて対処できるので、個人的にかなりおすすめしたい1枚ですね。続いてテクニックの火水中速ビートダウン型、こちらは鬼カマスの選ばれない能力や対策能力、あとは何よりカリスママニフェストの手札交換効果と進化パワーに乗る選ばれない能力で、非文明単色よりも確実に攻めていくことができます。もちろん水文明入りのビートダウンでおなじみクロックも自然に採用することができますし、一見してかなりバランスが良さそうに見えます。しかし非文明単色型と比べた時に明確な弱点があります。それはゲームが決まる速度です。どうしてもワンテンポ遅くなってしまい、相手に先に動かれてしまったり妨害されてしまったりというように、わずか1ターンの差で大きく戦況が変わってしまうのが今のデュエマで、そうなると多少シールドトリガーのリスクこそあれ、最大限の速度で攻めていける非文明単色型の方がやや人気な傾向にあります。そしてこちらはまだ研究段階ですが、火光ドギラゴンノバハイブリッド型、ドギラゴンノバデッキのドギラゴンノバが引けない問題、ガイアルブランドデッキのガイアルブランドが引けない問題、この2つの問題を同時に解決する方法が立案されました。それがデッキディスペクター計画です。実は火光ドギラゴンノバデッキのチャラルビア、ガイアルブランドの召喚コストも軽減することができます。実は大爆流ダイナボルト、進化パワーで相手のクリーチャーを破壊できるだけでなく、ガイアルブランドや革命チェンジと組み合わせてとんでもない打点を形成することができます。このように一見別物に見えて非常に相性のいいこのハイブリッド型、こちらも今後どんどん研究が進んでいくのが予想されます。そんな感じで今後速攻デッキの顔になっていくであろうガイアルブランドの解説でした。エクスターズからも進化できることから、かつてのドギラゴンバスターのように今後いろいろな文明の組み合わせで開発されていくかもしれません。果たして非自然や非闇のタイプは現れるのでしょうか。マジでバッドなデッキが現れることを楽しみにしております。
ます。対策カードの林、アルカリアスモモキング。はい、ということで、またまた来ました。キングマスターカード。切り札ジョー君の切り札にもなっている最新のモモキングです。ということで、初回限定版デスザークとも言えるこのカード。実はこの初回限定というのが結構大きな抜け穴だったりします。例えばガイアルブランドデッキだったら、まず1体タップ状態で出して、元からいたクリーチャーをガイアルブランドに進化して、次に出したガイアルブランドの効果でアンタップするみたいな。ドギラゴンノバデッキだったらチャラルピアをおとりとして出して、チュリスなりダイナボルトなり出して革命チェンジするみたいな。意外とちゃんと乗り越えられてしまうと。なのでどちらかというと結構カウンター寄りなカードで、この初回限定版デスザークの能力は、相手が息切れしたタイミングでモモキングレックスから出して進化パワーで盤面壊滅させながら蓋をするみたいな使い方が一般的です。そしてなんといってもこのアルカディアス能力、もうめちゃくちゃやってます。どんどんボルカニックなう襲来鬼札王国ナノワネバー、5文明デッキ3種の神器全部止まります。なんならこいつのせいで襲来鬼札王国主流の構築から光文明を含むヘブニアッシュサイン主流の構築に移り変わりつつあります。それくらい今呪文全体に影響を与えている1枚ですね。補足ですが、ナノワネバーはあくまで水文明の呪文ですのでご注意ください。そしておまけにパワーも高いと、先ほど5文明デッキが流行っているとお伝えしましたが、そこで使われているプチョヘンザにも倒されない絶妙なパワーを持っています。そしてヘブニアシュサインのバトル効果でもなかなか倒されないパワーです。このように今のデュエマはかなりパワーが重要になってきますので、そういった点でもかなり優秀なスペックとなっております。さてそんなアルカリアスモモキングですが、実際に大会などではどうやって使われているのか、ここからは具体的な使用例を紹介していきます。まず進化元に関してはやっぱりレクスターズ&ディスペクターで登場したモモキングレックス、わかりやすく4ターン目に出すことができる1枚です。そして熱血の物語、こちらも非文明を持っていますので、アルカディアスモモキングを山札から持ってきつつ、マハファイターとして使い終わったこのカードをそのまま有効活用することができるというわけです。そして一応ジャックアルカディアスあたりもですかね、希望の状態やグランドゼロの対処をしながら非文明であることを生かしてそのまま進化できるのも強力です。そして他のカードとの組み合わせについてですが、ドギラゴンの場合はドギラゴンバスターと実はめちゃくちゃ相性がいいです。一見すると進化クリーチャーなのでそれぞれの効果では出せないのですが、リンネヴィーナスやモモキングレックスを経由することでめちゃくちゃに打点を増やしながら展開しまくって、最終的にアルカディアスモモキング込みでダイレクトアタックまで狙える状況も作ることができます。そうすると相手は呪文を唱えられないので、それこそプレミアム電動カードのラフルールくらいの確実性がありますね。もちろん普通にジョーカーズデッキとして組んであげても、大気タイソンズやモモキング始まるから始まり、グレープダールや灰になるほどヒートなど強力なサポートカードで踏み倒すことが可能です。あとはバリバリウスのマジボンバー効果で出せばそのまま進化してアタックすることができたり、同じくミラクルフォービドゥンからモンキッドライゾスター、こちらを使って出せば序盤マナに逃がしておけたりと、あとはドラゴンなのでネンドラ的なこともできたりと、先ほど紹介したガイアールブランド以上にいろんなカード、いろんなデッキと相性のいいデザインとなっております。ロックからビートからフィニッシュまで多彩な1枚ですね。ただここはうまいこと調整されているのですが、ディザスターデッドダムから進化できないというところは惜しいですね。惜しいというか、もうできたらもうキングマスターどころの騒ぎじゃないんですけど、どうしてもディスペクターが単体で強くて注目されがちなんですが、しっかりレクスターズのキングマスターカードも強いぞということで、ぜひ自分なりの使い方を見つけて勝利を目指してみてください。こちらも今後ますます使われていくであろう一枚ですね。あとね、シークレットが最高っす。ぜひ、ゲットしてください。復天構成、序盤戦ガローズ。かの悪魔的マナ破壊コンボに使われたジョバンニと、これまたマナ破壊コンボで使われがちなガローズの混成です。そんなジョバンと言いつつ中盤くらいに使われがちなこの男ですが、ということで本家よろしく呪文全回収ということで、結論、悪いことします。呪文回収する系といえばジョバンニやミラクルスターなど物騒なカードが挙げられますが、こちらも漏れなくそっち寄りのカードです。そしてさらに呪文を使う際のマナコストが半分になるということで、バニルだけで好き放題暴れまくりますと。あのね、こういう場に長くいるほど強い系のカードってあんまりエクストライフ、つけちゃいけないと思うんですよね。ザーディクリアとかもまさにその類なんですけど、そう簡単には場を離れなくてめちゃくちゃ手札増えて鬼札王国とか3マナで打てるやつが出てくると、
ンプルにパワーなカードですね。さてこのカードと相性のいいカードをいくつか紹介していきたいと思います。1つ目、エンドレスフローズンカーニバル。いきなりあっみたいなカードが来てしまいました。最近いろいろなところで話題になっている悪さするコンボなんですけど、ツインパクトのスノーフェアリーはもう呪文でもありますので、もう序盤戦でも大量にもう回収してエンドレスフローズンカーニバルして、また次のターンも序盤戦全部回収してみたいなね。しまいにはゴッドの試練打って負けなくして謎戦の艦隊で無限に使い回して、これをあなたの山札がなくなるまで繰り返しますと、これもうやってること本家ジョバンニと全く変わらないんですよね。さすがに本家ほどの速度はありませんが、その分受けが強かったりもするので、ちょっと大会などで当たったら覚悟した方がいいコンボかもしれません。続いて2つ目が双竜の大地とルシファー。どちらも序盤戦を出すことができる呪文で、そして序盤戦の効果でそのまま回収することができます。一度序盤戦が場に出てしまえば、あとは呪文コスト軽減効果で強力な呪文を連打しながら強力なディスペクターを並べていくだけでゲームが決まることもあります。それこそ同じくミラクルフォービドゥンのドキンダンテ22にもつなぎやすく、ディス・アイ・チョイスをはじめとした強力なディスタスと組み合わせてディスペクターコントロールという感じでデッキを組むのも強力です。最後にこちら電動カードフェアリーギフト。この手のコスト軽減呪文は本来手札が減るのが弱点なんですけど、序盤戦の効果で何のリスクもなく回収できてしまうので、シンプルに呪文回収効果との相性がいいです。似た例で言うとフェアリーギフトからつなぐマジックスとか、ドラゴンズサインから出すミラクルスターとかですね。無駄がないということがイメージできるかと思います。そんな感じで待望の悪いコンボカードなんですけど、一番のライバルがミラクルスターだとは思うので、エクストライフによる場持ちの良さと呪文コスト軽減効果、あとはスノーフェアリーのように同コストでも全回収できるので、まあ、そのあたりの差別化がしっかり行えるべきであれば、今までの呪文回収系デッキにはない圧倒的なパワーを再現できるんじゃないかと思います。それこそ新たなループコンボなんかが発見されてもおかしくない。もしかしたらまた温泉に浸かる日が来るかもしれない。そんな危険な一枚の紹介でした。コントロールカードの山、再立接続グレイタフルベン。先に言っときます、大本命です。ベンというカードの使い方ありったけ教えます。ザ・パワー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 。デュエマで大事なのはそうパワー。序盤戦の解説でも言った通り、場に残って強いクリーチャーがエクストライフ持ってたらそれはもうバケモンなんよ。出た時点で10マナは軽く超えますよ。さらにエクストライフで場に残ることが約束されていて、ディスタスはタダで出せるわ、次のターン確実に切り札を出せるわ、もうただのバケモン。アルカリアスモモキングの解説でも言った通り、もうどかせない。パワー1万3000のエクストライフは、しかもどかしても一瞬で帰ってくるし、もうマナめっちゃあるから。スバイランスのベント、相性がいいカードを5000。1、ギャギャ。5分目デッキ同型戦は、ギャイアが場に残った方が勝ちます。なぜなら、デドダム、熱血の物語、ザーリクリカ、ダークマスターズ、ドルファギロム、相手のグレイトフルベン、その全てがマナ送りにされるから。そんなギャイアも序盤はマナに置かれがちだけど、手札に抱えていても手札破壊されがちだけど、そこでベンがいるとマナから出しちゃうの。だからベンが大事なの。2、ソーシャルマニフェスト。13マナくらいある状態でこいつ出すとどうなると思いますか？マナからロストソウル打って、ゴキブリシャラップ打って、ここでカンダルボルバレッジ打って、どうやって返せますか？しまいにはゴッドの試練でずっと俺のターン。ナウオネバーでザーリクリカ出して、ザーリクリカでナウオネバーまた打って、ナウオネバーでまたザーリクリカ出して、ゴッドの試練打ってその山札に戻ったナウオネバー回収して、たったの5マナでずっと俺のターン成立。3、復活系呪文。ある日デドダムで山上3枚見た中、グレイトフルベンさんに出会いました。あなたならどうしますか？そう、墓地に落としてヘブニア主催でバリ出しますよね。するとそのヘブニア主催がそのままマナになり、5ターン目にしても10マナくらい普通に溜まってますよ。そしてカウンターとしても最強。アルカリアスモモキングにもパワーが勝る、場を離れないパワー1万3000のブロッカーです。全日本5分目デッキシールドトリガーで踏みたくない部分最優秀賞受賞。4、ディスアイチョイス。全日本グレートフルベンからタダで出したいディスタス部門グランプリ受賞。ソリューの大地グシファー、ナウアネバー何でもござれ。しかも自身がブロッカーでスレイヤーで水闇自然からと超高スペック。先日知り合いのオニマルヘッドがブロックされて破壊されてるのを見て爆笑。ただしこれに関してはどれもレインボーカードとの組み合わせになるので、ディスタスとの相性がいいからといって必ずしも入れる必要がないということは覚えておいてください。あくまで選択肢、まずはデッキが安定して動くことを意識しましょう。5、ローマノフ2世。3ターン目は神秘の石柱か、デドダム。4ターン目にナウアネバーやモンテスケルサイン。ローマノフ2世とザーグクリカを連鎖させて大量に増えた墓地の最も有効な使い方を答え、ペブニアシュタインからグレートフルベン正解。これで4ターン目にもう14マナとか溜まります。マジで。で、次のターンにマナからギャイアなり、シャコガエルなり出して勝ちです。ロマノフちょうど需要編で再録されてて、今かなり集まりやすいです。マジで、もう強くて面白いから、スバイランス激推し、
ロマノフ弁ぜひ覚えて帰ってくださいとは大好きなカードなので熱くなってしまいましたが、本当にミラクルフォービットの一番人気で一番パワーだと思うカードで、結構レアなカードではありますが、ぜひ皆さんにも使ってほしい1枚です。注意点としてはプライマルジャイアントがいるとマナから召喚できなくなってしまうのと、あんまりマナを増やしすぎると山札が切れてしまう場合があるので、あくまで任意効果なのでそこは状況に合わせて判断するようにしましょう。まだまだ第2弾でこれなら5運命デッキの未来は明るそうですね。もちろんディスタスゲートなんかを使ったタイプとか、デクスターズ&ディスペクターのリゲル2を使ったタイプとかも研究中ですので、シンプルに単体で使っても強いけど今後テーマとしても強くなるような、そんな可能性も秘めた1枚でした。今のところは主に単体のパワーで使われています。さあということでミラクルフォービドゥン風流火山全ての解説が終了しました。最後に今はまだ目立ってないけど今後強くなるであろう未来覚醒カードのご紹介です。それがこちら、アールカイトペガサスター。一見するとミステリーキューブのような興奮系のカードに見えますが、もちろんそういった使い道もありなんですが、案外こいつは堅実に使ってあげられるカードなんです。特にモモキングレックスとうまく組み合わせることで、それこそドギラゴンバスターのような大量打点を形成することも可能です。1、ジャックアルカディスのような対策カードの使い回し。繰り返しになりますが、最近は希望のジョースターやグランドゼロを使ったコンボデッキが流行っていて、この2つに対する対策としてジャックアルカディスが有効です。ただ正直使い終わったジャックアルカディアスって今まであんまり有効活用できてなかったんですけど、ペガサスターで効果を使い回すことによって何度も相手のコンボパーツを破壊することができるようになります。それ以外にもマナロックドラゴンやシャッフル、ダークマスターズなど効果をコピーして強いカードはたくさん存在します。何のデメリットもなしに運よく何かが出てくる可能性を秘めつつ堅実にも動いていけるというのがめちゃくちゃ優秀です。2、デドダム、モモキングレックス、熱血の物語からつながる。水と自然から進化できるということで、もう進化元が優秀すぎますと。これに関してはアルカディアスモモキングより優れている部分ですね。それでいてこれらのカードのどの効果をコピーしても普通に強いですし、どのカードが運よく出てきても普通に強いというわけです。そう考えると結構堅実なデッキの組み方できそうですよね。欲張りすぎると逆に不安定になってしまう系のカードだと思います。3、ナチュラルゴデンジャーとディスアイチョイス。ここはあえてあまり深掘りしないでおきます。シールドトリガーのカードを使えるディスアイチョイスと、まだからコスト6以下の自然のクリーチャーを出せるデンジャー、そこから導き出される答えとは、はい、ということで今後にかなり期待できそうで、もうすでに少しずつ結果も残し始めているらしいペガサスターの紹介でした。また追って大会結果をチェックしたい、そんな一枚です。ということでおまけのおまけ、今月の DM 格言、内容にこだわれ結果はあくまでその先にある副産物である。先日将棋の某強い人が言っていたこととややかぶっちゃうんですけど、ゆえまでこそ大切だと思う考え方なのでお話しします。負けるときは負けるし、僕も大会を2連敗して去ることをとかは多々あります。でも運の要素が多く絡むのがデュエマであり、それがこのゲームの良さでもあります。だからといって負けたから運が悪かったと簡単に片付けるのではなく、そして勝ったから自分が正しかったと慢心するのではなく、一番はその試合の内容に注目すべきというお話です。プレイングミスはなかったか、これはもう大前提として、そもそも構築にミスがあったんじゃないか、はたまたデッキ選択が違ったら連敗するリスクすらなかったんじゃないか。大会はある意味で自分の中にある仮説と現実との答え合わせです。練習で何を想定してきて実際はどうだったのか、今日の自分はどれだけいいデッキでどれだけいいプレイができたのか、こういった視点を持つと目先の結果で感情的になりにくく、次また勝つにはという冷静な思考に切り替わり、最終的にはより多くの勝利につながっていくというわけです。内容にこだわっていった結果、そこには必然的に勝利があると。どれだけ試合の愚痴を言っても負けた事実は変わりません。次負けないために 1% でも強くなれる可能性があるなら、それと向き合うべきです。まずは謙虚にならないと見えてこない改善点もたくさんあります。常にベストを追い求める姿勢の先にこそたくさんの勝利があると思います。ということで今月の風林火山はおしまい。今日解説したカードが今後どう活躍していくのか、はたまたここでは触れなかった意外なカードが大活躍するのか、今後の要チェックということで、ミラクルフォービデン、ぜひたくさん買って遊んでください。お世辞抜きにいい弾ですよこれ。 YouTube のチャンネル登録、高評価、あと感想のコメントなどもぜひよろしくお願いします。 Twitter とかで引用してくれるのもすごく嬉しいです。それではまた次回の風林火山でお会いしましょう。デュエルマスターズということでね、合ってますかね。バイバイ。